今日も元気にパラダイスロストやっていきましょう。すべての派閥のボスをぶっ殺していきます。穏やかじゃないですね。まずは、ウィンターワンダーランドにザック・ウォードを殺しに来ました。こんにちは、久しぶりですね。おう、君はそのグラさんとバカみたいな声で自分が主人公だって言うの？僕こそが本物の主人公さ。君を殺してそれを証明しよう。なんだか前と言ってることが違う気がしますが、ぶっ倒しましょう。早速燃え上がってますよ。私の心が自然発火してます。まあ、正面から撃ちまくって倒します。銃弾を撃てるのはほぼ無理なので、すぐ終わらせるのが大事だと思いました。最終回と思えない感想ですね。こんなに弱い力っぽにしてやってたゲームは久しぶりです。お次はアルカイダに会いに来ました。我が兄弟よ、平和を愛する方法を放棄しなければならない。異教徒の上に火の柱を降らせるのは、アッラーの意志なのだ。この世は俺らのものだ。それに、ナンバーワンの異教徒に対する戦争を開始する。覚悟しろ、闇野郎。そんなわけでテロリスト戦です。仲が良かったのは人よりも無でしたね。他人と分かり合えるのがありえないのです。そもそも同じベッドで寝たって違う夢を見るのであって、テロリストと戦って思想強めになっちゃった。ま、別に準備すれば死にます。誰でも死ぬと思いますよ。どうした、そんな風にかじれて神様に助けてもらえよ。そんなわけで2体目撃破です。あと3体ですね。続きましてはゲイリーに会いに来ました。Hey, ゲイリー、大丈夫？前は崖底に落としてしまって申し訳なかった。クソビッチ、貴様もイリーの元に送ってやる。そんなわけでゲイリー戦ですが、特権の中ではこいつが一番強かった気がします。なのでこの扉に立てこもって戦いましょう。アサマ三層戦闘ですね。そこまで大したもんじゃないですね。せいぜい子供部屋戦闘です。本当に大したことないですね。あと、やっぱりブレランは強いですね。命中しなくてもダメージ入るのでめちゃくちゃ使いやすいです。これで最後が死人街で死んでますね。さて、次はマイク J 戦です。結婚式はむちゃくちゃになって、このアポカリプスのせいでミルクビジネスもぶち壊しやがった。それに、よくもここに戻ってきやがったな。貴様は死ななければならない。そんなわけでマイク J 戦です。あれ、確かこいつと戦ったことがあるような。ボッタミンのインクエンドのラスボスがこいつだったような気がしますね。まずは銃弾が効かないので、普通の回ってる弾の衛星みたいな位置を壊します。すると攻撃が入るようになります。あ、ここで敵が離してくれて一応敵に殴り殺せるようになりました。フルコンボだろう。あとは見てるだけです。ゲーム重力が遅くになりましたね。死ね。最後にビンス戦です。そういえばこれ曜日は後戻りする感じで会いに行ってるんですか？近いところから行くとそうなるようになってます。君は首だ。室内にやってきました。ちょうど一発近くミサイル飛ばしたので撃ち込みましょう。なんで教会にそんなものが。おや、そんなには良くないんですね。まあ3割くらいは減らせたので、敵のミサイルが重いので遠距離からグレランで攻撃しましょう。またこれですか。これが最適解です。完全風のように美しい。数学科でもないくせに。これが最終決戦なんですが、とんでもないくらい盛り上がらないですね。なんかずっと同じような画面見続けてる気がします。決戦 M でも流しますか？伝説ポケモンもいないのに。ポケモンと生ケモンならいるんですけどね。ポケモンしかいないですよ。それで最後だ。すると、ゲームが落ちました。それでは爆速でやり直します。あ、さっきまでブレテンが最適解とか言ってましたが、頭狙撃した方が効率良かったです。
やっぱり一つのやり方にこだわりすぎるのはダメですね。反省反省。なんだこいつ。And so, 最後のリーダーの死で、主人公の前にある障壁は全て消え去った。反対する者は誰もいない。彼はこのロストパラダイスの最高の支配者となる。彼はもはや単なる男ではない。彼を人は永遠に神と尊敬した。そして、As the postal god. And that, kiddies, concludes our tale. Tune in next week, same time, same place, for the continuing adventures in the life of the postal dude. And remember, whatever you do, have no regrets. それでは、物語も終わりましたので、今回はこのくらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。